ノクティス様も光が見えるんですね。俺が何を知っているのか俺自身も知らないんだ。私は行かなくてはなりません。忘れることなんかできないさ。私のことなど気にせず自由に生きてください。疑いなく信じていた世界は常に変化し、今終わる。こうでなければならないなどというものは本来この世にない。どうした、食べないのか。美味しくないよ。でもそんなことを言うな。料理人が仕事を失う。ルシスの血は根絶やしにすればいい。なんだか面倒くさいことになってきたな。奴らの目的は何なんだ。やはりクリスタルだと思う。ニフルハイムはこれまでにもソルハイム、テネブラへアコルドのクリスタルを手に入れようと戦争を起こしてる。親父、逃げてるらしいぞ。ああ、合流を急ごう。お前、気ぃつけろよ。奴ら本気で殺しに来てるみたいだぞ。こうなっては戦闘は避けられんか。もともと避ける気なんてなかったけどな。ノクト、どこまで行け。ノクト、暴れると敵を引きつけてしまうぞ。大丈夫だ、強いからな。目的はクリスタルか。言わずともお分かりのはずだ。この世界に残された最後のクリスタル。奴らはクリスタルを運び出すつもりだろう。その前に何としてもクリスタルを取り戻す。ルシスの制圧を完了させる。それと王子を、レギスの息子を見つけたら始末しろ。これが対をなす幻想。いや、世界は常に変化する。15番目だ。